皆様こんにちは、特撮女子のパンナです。この動画は私が作ったシナリオを弟のトンジロウが代読する形で制作しています。それではお楽しみください。こんにちは、トンジロウです。姉の健康上の理由のため代読を務めさせていただきます。この度ウルトラヒーローズエキスポ2023サマーフェスティバルにてウルトラマンガイアの新形態スーパースプリームバージョンが放送から25年の時を経てまさかの新登場を果たし、ウルトラファン界隈はこの話題で大いに盛り上がっていますね。思えば2年前のアグルスプリームバージョンしかり、ライダーや戦隊のスピンオフしかり、放送から長い時を経て往年のヒーローに新フォームが追加されるという事例も随分増えたものです。そこで今回は特撮の各シリーズにおけるそうした新規追加フォームの数々を簡単におさらいしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。ウルトラシリーズ編、ガイア新形態のニュースに触発された動画なので、まずはウルトラマンの話題から参りましょう。と言ってもウルトラシリーズでは冒頭で触れたアグルスプリームバージョンが出てくるまで放送から長い時を経てというパターンはあまりなかったんですよね。古くはウルトラマン太郎の放送終了から約10年を経たウルトラマンストーリーで、太郎が本編でも見せたウルトラ60合体によりスーパーウルトラマンとなって強敵を倒す展開がありましたが、これは外見が変わっていないので今の感覚でいう新形態とは趣が異なります。またウルトラマンティガの劇場版も当時のファンとしては放送終了から3年も経って新形態がという感じで鮮烈な出来事だったはずですが、今になって振り返ってみれば後のコスモスの劇場版やニュージェネの各劇場版と同様、同時期の展開の範疇と言えるでしょうしね。強いて言うなら超ウルトラ8兄弟の各グリッターバージョンやウルトラ重勇士のクロスオーバーフォーメーションは新形態と言えなくもないですし、絶えず新形態をゲットし続けているゼロや客演で新形態を得たジードなどもいますが、やはり年月を経ての新形態という括りなら2021年のウルサマで23年越しの登場を果たしたアグルスプリームバージョンがその講師だったと言っていいでしょう。ちなみにこれはもともと2018年刊行のデザイナーの丸山博氏の画集に収録されていたオリジナルデザインの一つであり、それが公式に昇格した形でした。そして今回のウルサマでお披露目されたガイアのスーパースプリームバージョンも同じく丸山氏直々のデザインであり、従来のスプリームバージョンよりも一段と豪華で力強い外見となっています。目の形がアグル仕様になっているのが力の融合が進んでいる感じで説得力がありますね。ゴールドの差し色が目立つのはトリガー、デッカーのデザインラインにも近く、一部ではニュージェネガイアのスプリームバージョンにあたる形態ならともかくガイア本人の強化としては違和感を覚えるという指摘もあるものの、逆に心残りだったニュージェネガイア成分を補えてよかったという声も多く、ファン全体の空気としては概ね歓迎ムードといったところでしょう。丸山氏自身もガイアの新たな映像作品が制作されたら嬉しいとツイートされており、それはファン一同の願いでもあると思うので、いつか実現してほしいですね。仮面ライダー編、仮面ライダーシリーズでの年月を経ての新フォームといえばちょっと盲点かもしれませんが、ディケイドのクーガーライジングアルティメットがその始まりだったと言えるでしょう。直前には超電王&ディケイドで電王の超クライマックスフォームも登場しており、ここで過去作のキャラにも新戦力を追加してよいという概念が生じたことが、その後のムービー対戦シリーズにおける前作側のライダーの強化の定番化や外務外伝シリーズの展開プリティ電王などにもつながることとなりました。そして戦隊の10 years after シリーズの流れを受けて、ライダーでも放送から10年以上を経た作品の新作スピンオフが作られるようになり、オーズのタジャドルコンボエタニティやバースの新形態バース X、 ディケイドのコンプリートフォーム21、さらにはアウトサイダーズの王者サバイブといった新形態が誕生しています。現在ホットなのは何といってもファイズの新作パラダイスリゲインドに登場するファイズの新形態ネクストファイズ。情報解禁の時点で姿のみ明かされ、先日の仮面ライダー展の開催に合わせて名称も明らかになりました。デザイン自体はともかくスーツの造形がちょっとどうなんだろうという声を多く目にしますが、まあなんだかんだで合成付きでアクションすればかっこいいんじゃないでしょうか。ファイズ系ライダーの醍醐味はなんといってもフォトンストリームの発光ありきですからね。アップデートされたファイズドライバーネクストは当時のファイズドライバーと同じデザイナーの方が手掛けたとのことで、おそらくプレ版で玩具も出るでしょうから、ギミックが判明するのが楽しみですね。個人的には来年にはブレイドの20周年も控えており、アウトサイダーズにも立花さんが出たりしているので、王者サバイブと同様に当時幻に終わったギャレンのキングフォームやレンゲルの強化フォームも出てこないか期待しているところです。スーパー戦隊編、スーパー戦隊に関しても先日の10 years after シリーズの開始以降ハリケンダー
ークやファイヤースクワッド版のデカレッド、ケガレシアが変身したケガイエローといった派生形態がいくつか登場してきました。天豪カイジャーでは限定商品の展開も前提とした新形態、クロスアーマーモードおよび豪快レッドガレオンアーマーモードが登場し、さらに今年公開されたハリケンジャーのシュシュット 20th アニバーサリーでは江戸時代のご先祖様陽之助が変身する大江戸ハリケンレッドが誕生しています。これに関しては陽介本人の変身バリエーションでもなければ強化形態とも言いづらい特殊なポジションの戦士となっていますが、戦術のケガイエローと同じカテゴリーと捉えればそれほど違和感はないですね。そして今年9月に公開されるアバレンジャーの20周年記念作許されざる暴れにもアバレマックスのさらなる強化形態超暴れマックスが登場予定となっており、大江戸ハリケンレッド、王者サバイブ、ネクストファイズと合わせてこのあたりの年代の作品の新規強化が一気に賑やかになってきた感じですね。アバレンジャーの次は人気のデカレンジャーも20周年でまた何かやるかもしれませんし、10 years after がなかったマジレンジャーも今度こそ最終決に期待できるかもしれませんから、今後もこうした新形態がちらほらと増えていきそうで楽しみですね。ということで今回は往年のヒーローの新規形態についてお話ししました。今後も需要に応じてこうしたタイプの動画も出していきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしい話題のリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮指定の活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。サブチャンネルもありますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子パンナの代理で愚帝のトン次郎がお送りしました。